ただ荷物を積むだけのスペース、はい、いやそれじゃダメでしょ社長、はあはあ、今ちょっとお見せしましょう。何がある社長、何がある。ウィーン開いて、あ、来ました、ウッドデッキを上にしました。すごい、ちょっとこれウッドデッキだ、スワベカメラで、はい、ウッドデッキを上にさせていただきました。なんでウッドなんですか、これウッドになってる、はい、マジでウッドじゃないですか、はい、そしてですね、はい、まあここでなんかあのちょっとテーブルとか用意して、はい、お茶でもしたいなとかいろいろあるじゃないですか、はい、ありますね。こちら電源も用意させていただきます、はい、マジで本当だ、12ボルト入ってる、はい、嘘でしょ。なのでちょっとあの DVD チェックしたいなって言っても、はい、ここでこう、ここでタッチでおしゃれにできるわけですね、はい、これカフェでも飲んでいただきながら。すげーいい。じゃあ、また向こうの方へぐるっと回りましょうか。次じゃあですね、はい、スポーツモードやってみましょうか、スポーツプラス、じゃあ一回ここで一回止めてみましょうか、はいはい、止めましょう、はい、じゃあいいですか、はい、はい、行ってみましょう。わー全然挙動が違う。怖い、やばすごい。どうだこれ、こんなにちゃいますか。はい、違うんです、やばい。でこれでちょっとこのまま左切ってみる、はい、そうすると、あ、言ってた、はい、サポートが動く、はい、出てくる。あ、来た来た、来ましたね、来た。サポートグーってくるわ、はい、あの小幹が社長のために今いい仕事してます、押さえてますねこれ、はい、あ、すごい来るんですねこれ、サポートグーって、はい、これが外から見ていただきたい。いやもうねこれ見たいんですよ、はい、じゃあ待っててください、はい、では参ります、はい、トランスフォーム、出たトランスフォームだ、いい声してます、うわーすげー、うおマジか、そこごと合う、タルがトップだからね、こう開くんだよね、はい、ここが登るんですよ ね、 ギミックがね、このギミック、あ、何このギミック、え、何今の、え、嘘でしょ、ちょっとちょっとやばい、ここだけ綺麗に開くという、開く、はい、いい、いかがですか、やばい今の感じ、ここが動くのもう見たことないわ、まさかの動き方でしょ、この動きはあるけど、はいはい、これびっくりだね、ジローさんとかが標準になっておりますんで、これがなんかあれだよね、なんか新しさを演出する、そうですね、これ LED みたいになってて、うんうん、でもね意外と全幅が、前幅がですね、うん、あの1860、うん、なので実はカイエンとかより小さい、そうなんだ、へえ、意外、ただこれ高さがでかいんで、これ195あるんで、それはでかいね、高さがあるんで、それはもうこれ不動産屋キラーと言われてる、止められないっす、止められないねって言われることで有名な、これはダメだ、車ではあるんですけど、平置きで置ければ大丈夫です。お前忙しいね、幅がないのに喜んで、高いのにこれはダメだとかさ、だって生活、僕はもうガチで聞いてるんですよ、さっきのくだりから、これ自分の生活に当てられたら考えて、文化放送入れねえなと思って、あの平置きありますんで、うん、文化放送平置きの駐車場、若干ね、文化放送の平置きはね、声優同士の奪い合いになってるし、そうなんですよ、はい、早いもん勝ちなんだ、はいはい、よく小野坂さんに占有されていますけど、そうでしょ、俺いつも諏訪部さんに捉え方があったからね。お願いいたします、では、はい、どうしましょう、車のところにこう、ね、こううろうろして、うろうろして乗るみたいなやつですか、ね、これみたいな、これなんか前の車が目つぶるみたいなやつ、はい、そういうやつですね、なんとかバトルみたいな感じで、それですね、じゃあ鈴村さんお願いします、お願いします、はい、さあ鈴村さん、おー、うー、長いのかなこれ、おー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 、あれってやっぱポルシェ、まさかポルシェ、いつかポルシェ言ってたもんね、ポルシェ言ってたもんね、あ、これね、聞いてたよね、高くて、それいいって言ってたもんね、ちょっと後部座席気持ち悪くなっちゃうかもって言ってたね、引き際分かんなくなって言うんだよ、いつやめていいか分かんなくなってっちゃう、あ、